こんにちは、カツゴンです。特に若い人たちの間でキモいっていう言葉って流行ってるじゃないですか。キモい、気持ち悪いってね。その人のことをさ、うわこいつキモとか言って、キモいなとかさ言ってさ、まあ人をまあバカにしてね、抽象する言葉なんだけれども、結構まあ流行ってるって言っても結構ずっと前から、俺が高校生の頃にはすでに流行ってて、まあ、俺が中学生ぐらいの時かな、流行り始めたの。キモいっていうね、言葉が流行ってきて、もう結構もう若い人たちさ、こうキモいキモいってすごいみんな言っててさ、でもよく考えてみると、こういう言葉が流行るってこと自体がやっぱおかしくないですか。人をこうね、こうあの侮辱するね、こうバカにして傷つける言葉が流行るってこと自体、俺はやっぱりこの日本のね、こう現代社会のこう闇というか、病気的な部分がやっぱこう、なんかこう象徴してるなと思うんだけども、やっぱりでも、こういう言葉やっぱね、使っちゃダメだと思いますよ。やっぱ人を傷つけるから。俺もね、やっぱね、実は結構キモいって言われてたんだよ。まあ主に高校生の時に、言われてたかな。中学大学の時もまあ結構似たようなこと言われたりとかしたけども、高校が一番ひどかったですね。高校、ね、やっぱキモいって言われてね、やっぱ容姿に関するこうこだわりっていうかさ、こう、まあ、かっこよくなりたいというかね、そういう気持ちが強かったから、そのやっぱこう、まあ、俺身長低いし、高校の時にニキビすごかったし、まあ、ちょっとこう、まあ、太りやすい感じで、まあ、今ぐらい太ってたし、やっぱすごい劣等感あったんですよ、容姿に対して。で、やっぱこう、クラスの人からも、部活のね、部員のメンバーからも、キモいって言われてて、やっぱね、こういろんな人からキモいって言われるとね、説得力があるんですよ。そのクラスのね、こうクラスの人とか部活の人とか、こう接点ないわけですよ。つながりなんかない、それぞれの人たちからキモいって言われると、やっぱ説得力があるんですよ。あ、一人じゃなくてみんなが言ってるんだから、やっぱ俺ってキモいんだろうなと思って、やっぱこうすごくね、もう入っていっちゃったのね、そういう俺はキモいんだって自己否定感が、俺の心の中にすごいこう浸透していっちゃって、まだそれで苦しんでるってのはあるんだけど、自己否定感を植え付けられたというかね、まあ、別に恨んでるとかいうわけではないけど、まあ、部活の、ね、メンバーも、別に全然いい仲間だと思ってるし、別に恨んでるとか全然ないんだけど、でも結構やっぱりあのキモいって言われてすごく傷ついて、自分の容姿に関してね、すごく劣等感をみんなから植え付けられたっていうのは事実で、やっぱキモいってね、いう言葉ひどい。言っちゃいけないよ、こんなね、ひどいこと。そのさ、キモいって言われた方は、やっぱこう自分の存在全てを全否定されてるような気分になると思いますよ。俺がそうだったから。別にそんなね、こうそんなへこたれずに気にしないでいられる強い人もたまに稀にいるかもしれないけど、でもやっぱほとんどの人はやっぱさ、自分の容姿に自信なくてさ、やっぱ劣等感抱えてる人が多いと思うんだ。でそういう人がやっぱりいろんな人からキモいって言われると、やっぱすごい傷つくし、本当にやっぱ自己否定感がこう浸透して入っていっちゃってね、こうなんかそれもなかなか手放せないからね。こう回復のワークをやって何年もかけてやっと手放して、少しずつ手放していけるもんね。言っちゃいけないよ、こんなね、キモいなんてね。俺はね、こう配信者としてさ、自分をこう世の中にこう自分をこう出して覚悟してこういうふうに配信してるから、まあ、俺みたいな人がこうキモいって言われるのは、俺は別にある意味こう覚悟して、行かなければならないと思ってるけど、そのプライベートで普通にね、リアルのこう、友達とかにやっぱりね、キモいっていう風に言っちゃいけないと思います。最悪それによってさ、その人を自殺に追い込むかもしれない。でそれって本当に言葉の暴力だし、暴力被害者加害者の関係だからね。もしかしたら殺人未遂罪とかね、まあそういうね、だからその言葉っていうのはすごい責任があるから、もしかしたらこの言葉によって人をね、すごく傷つけ、自殺に追い込むかもしれないって、そういうやっぱね、意識がやっぱ必要だと思います。人をね、傷つけると自分もね、必ず傷つくらしいです。その通りだと思います。そういう風にね、人を傷つけてしまう人っていうのは、もともとその人がもう自身も心が傷ついてるからだと思うんですけどね。だからみんな病んでる、みんな傷ついてるからね、だからこうさらに傷つけ合ってるのかもしれないけどね。だから結局ね、インナーチャイルドの癒しがね、必要なのかもしれないけどね、みんながね。
まあ、インナーチャイルドに関してはね、ちゃんとこうその説明する動画をちゃんとアップします、うん、はあ、ということでね、まあ、俺もね辛かったです本当に。高校の時になんかワンパンマンみたいな感じで、ニキビだらけのワンパンマンみたいな感じだったですよ。うん、もうすっごいね劣等感入れてね、まあ、服もダサかったし、短足だし、チビだし、チビマッチョだし、キモいって言われてね、説得力あったんだよ、いろんな人から言われて。あ、俺ってやっぱりいろんな人から言われてからやっぱりキモいんだろうなって。こんな言葉が流行るのはおかしい。うん、だからね、人にキモいなんて言うのはやめてきましょう。向こうの言葉なくしていきましょう。はい、キモいなんてね言わないようにしましょうね。はい、ぜひチャンネル登録をお願いします。ありがとうございました。